どうも、森ちゃん、今日もピンポンパールです。そして明日もピンポンパールになると思うんですが、そのくらいちょっと自粛期間中ですね、ピンポンパールの飼育っていうのを楽しんでいます。まあ、昨日の動画の続きではあるんですけど、まあ、お盆の時期に生まれた子供たちなんですけども、その前に春に生まれた、ピンポンパールですね。もう色もついてまん丸になってるピンポンパールたちに、ちょっと冬眠前までに体の大きさ追いつくぞということで、バン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 壊してちょっと一つの挑戦をしてるんですが、まあ、餌をバンバンあげるので、それと同じように飼育水の方も汚れてきて、まあ、2日に1回ですね、遅くとも2日に1回、少なくともですね2日に1回、水替えをしているんですが、まあ、ある程度大きくなってきたなと確認した時点で1回ですね、あんまり自分フルリセットというのはしないんですけど、一度だけ稚魚の時期フルリセットします。その時期っていうのは、まあ、ブクブクですね、ろ過フィルターを入れても、まあ、吸われずに、影響のないぐらいの大きさに、なった時点で一度飼育水の方をフルリセットします。まあ、別にフルリセットせんでも、またいつもの水替えした時にでもスポンジフィルターぶっ込めばそれで済む話ではあるんですけども、まあ気持ち的なものですね。ちょっとまた気持ちを、リフレッシュするためにも、で鑑賞としてもやっぱ稚魚の成長を楽しみたいので、一回ですね、こうやって船の苔とかも全部洗い落として、綺麗な飼育水の中に、お引っ越しさせる。そして、綺麗な飼育水とともに、スポンジフィルターを2つですね、導入するという動画です。だいたい今もう2日もすれば飼育水が濁ってくるので、そのたびに、飼育水の方を変えていたんですけど、まあ、バクテリアなんかはもう頼れないほどの、まあ、過密飼育ですので、とにかく、水替えで回していくっていう感じですね。もうこれまではエアストーン2つポンって入れてたんですけど、もちろん当然そういう環境の中で水作りっていうのはできないことはもう分かってたので、とにかく水替えで回して、で今回、これですね、この中がすごく綺麗になるんですけども、綺麗になった後スポンジフィルター入れてからさあ水作りっていうわけではなくて、またここから水作りっていうのはめちゃくちゃ時間かかる作業ですので、結局スポンジフィルター入れたところでまだ2日に1回の水替えっていうのは今後もやり続けていかなくちゃいけないなと、思います。でも1ヶ月2ヶ月ぐらい経ってくると、あれなんか最近濁らないなっていう感じになってくるんですよね、飼育水が。ちなみに僕が目指す水はですね、まあ、好みあると思うんですけども、船の中が、びっちりぬるぬるのちょっと濃い苔がついていて、で飼育水は、透明っていう状態、これが一番、まあ、薄いお水でもいいんですけども、透明っていう状態がですね、すごく、まあ、最初綺麗な状態ですと、このブルコンは青なので、青バックに、まあ、泳いでる様子を拝めるんですけど、まあ、それはそれで綺麗なんですけど、この青いブルコンの縁に、まあ、今も動画にちょっとついてるんですけど、濃い緑のヌルヌルの苔がつくことによって、結構黒バックに近い感覚で鑑賞する、まあ、上見だけですけど鑑賞することができている、非常に好きな色の塩梅なんですよね。まあ、あんまりつきすぎてもいかないっていうことを聞くことがあるんですけども、自分はそんなに削ったりです、なんとなく調整で、ちょっとそこだけ削ったりとかサイドだけ削ったりとかするときあるんですけど、基本的にこれからですね、もうリセットしてからまた綺麗なぬるぬるのちょっと濃いめの短い苔が、出来上がったら、もうそれを引っ提げて冬眠へ、行きたいなという計画は立てているんですけども、まあ、そういう意味で、ね、水槽のリセット動画であるんですけど、冬眠準備の、動画と言ってもいいかもしれないですね。ちなみに、お盆に生まれた子たちなんですけど、この子たちは当然、今年の冬越冬してもらうつもりではいるんですけど、秋口ですね、これからもしかしたら産卵が始まるので、その時始まった子たちっていうのも一応、まあ10月11月ぐらいまで、しっかり
食わせ込んで、ギリギリまで食わせ込んで、その子たちもまあ目標としてはもうヒーター使わずに、させてみたいなっていう、願望があります。ちょっと無謀な挑戦ではあるんですけども、まあ、とにかくそのくらい強く、たくましく育ってほしいなということで、あえて厳しい環境 を選んで、稚魚の成長を見守っていきたいなと思っております。で、今回は、まあ、そういう目標に向けてのリセットでもあるんですけども、とりあえずもうバケツに移して、でブルコンを洗って、で、もともと準備しておいた浸水をまたブルコンに入れて、でそのブルコンの中に入っている浸水を、このバケツの中に点滴法で、少しずつ少しずつ、入れていって水合わせを、まずしていきます。大体6時間ぐらいですねかけて、6時間ちょっと言い過ぎかもしれないですけど、まあ、半日かけて、水合わせをして、もう完全にフルで水が回ったなと思った時点で、新しい、水の中に、お引越しという形ですね。ちなみにこれ今網でちょこ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 してるのはですね、これ死骸を、抜いてます。やっぱりあの激しい水替えではあるので、もともとですね成長しきれてないちっちゃい子たち、大きい子たちは全然影響ないんですが、ちっちゃい子たちっていうのはあの水の急変でちょっと、もう鼻上げ状態、鼻上げじゃないか、もう、ひっくり返ってしまって、今回の水替えで10匹ぐらいですね、星になってしまいましたけど、もうこれはしょうがないかなと、自分ではもうそれ覚悟の上で、毎回こんな感じでやってるので、で、もともとめちゃくちゃ成長の遅い子たちがどんどん、まあ、その10匹はですね、死んでいきます。で、残った子たちはこんな感じで、新しい綺麗な水にお引っ越しっていう感じで、そんな感じで今日はちょっと動画を終わろうと思うんですけど、まあ僕の第1回目の選別のようなものです。ちょっとこの、水替えでついていけない子たちはちょっと星になってしまって弾かれてしまうという、感じの結末ではあったんですけど、ちょっとまだあのピンポパールの動画残ってますので、また明日もアップさせてもらいたいと思います。暇な方は見てください。ありがとうございます。